はい、皆さんこんにちは、ふみちゃんです。今日はね、久しぶりの旅動画、18切符シーズンですね、真っ只中です。今からね、大阪まで行きたいと思います。はい、こちら18切符ですね。今回利用が2度目、今日明日、2回使うためにね、3回目まで今回の旅で消費されます。今回出発がね、現在時刻12時30分をね、回ったところです。従いまして、18切符、普通列車しか基本的には乗りませんので、大阪到着は夕方の6時を回る見込みです。それでは到着後にまたカメラを回したいと思います。それではその一部始終をご覧ください。神奈川です。
はい、米原駅にね到着しました。浜松駅を出たのがね12時44分、米原駅到着時刻は15時44分、3時間ちょうどで到着しました。かなり乗り換えがねうまくいった工程と言えるでしょう。このまま大阪駅まで次の新快速電車で下りたいと思います。
怖いじゃん。次回の動画でまたお会いしましょう。以上、ふみチャンネルふみふみでした。